ファイトです。塩崎大地です。その瞬間です。山中俊太郎です。そして、エレンタルパでーす。いやでも なんでミルクとそのウンパルンパというこう なぜこう仲いいのか分かんない。いやまずは佐野くんとあと日テレの番組でそう一緒やってるんで、そう大地くんと そこでちょっと仲良くなって野菜交換してでご飯とかに何回か行って仲良くなってでジンとドジュ太郎も会ったことある一緒にご飯行ってその後、サウナウンパが好きだから、うん、サウナ誘ってくれた時に、シュンタも一緒にそうだね、そうそう裸の付き合いまで行ってるのか行ってる行ってる、大丈夫大丈夫オフライブエイトで会ったことない今回ちょっとね、ウンパを迎えてのラブミルクってねいやラブミルクね、難しかったね、これ面白かったけどラブミルクって何かっていうと、うん、まあちょっと一個シチュエーションを設けますと、うん、じゃあもしじゃあその告白するシチュエーションで、うん、じゃあ僕たちがどんなことをするのか、うん、それぞれのこうなんだろうな中身のイケメン度やったりね、うん、いろいろこうなんかかっこいいビジュアルとか撮ってもらってますけどやっぱ中身がイケメンなのかっていうね、うんまあ、そこをやっぱ見たいということでちょっと一個シチュエーションを設けてこう誰が一番良かったのかっていうのを決めていくっていうのがラブミルクですね、うん、いやめちゃくちゃ面白かったんですよ。やっぱりね何が難しかったって、うん、みんながいる中でやるのは全然今までもやったことあったんですけど、こうスタッフさんたちしかいないこの環境で、でもみんながさ、やっぱいないから、うん、いないところでこう一人でこうなんか、俺そしたら何やってんのじゃあまずは第一シチュエーション、はい、彼女が別の男の子とちょっと喋ってるのを見ちゃったの。やだね、やだね。それでちょっとこうなんか帰ってきた時に彼女に言うことなんて言いますかっていうのね。かっこいい男だったらね。一発目大地か。おお。おお大地か。ということで早速見ていきましょう。いやささっき他の男の子と喋ってたでしょ。おお。いいわね。まあいいんだよ。全然いいんだよ。あのね、僕は全然大丈夫なの。僕は全然いいんだけど、まあ他、あのね、俺は大丈夫なの。俺は全然大丈夫なんだけど、他の人だったらちょっと怒るんじゃないかな。僕は全然大丈夫なの。気にしてるよ。本当に僕は大丈夫なんだけど、他の人だったらちょっともしかしたら怒っちゃう人とかもいるかもしれないから、まあ気をつけた方がいいかもね。全然僕は大丈夫なんだけどね。いるいる、この人。いるいる。これ一番ダメじゃないこれ。いやなんかさ、でもさ、嫌だって言うとさ、束縛してるみたいな。他の男と喋らない。で、僕は大丈夫だけど、嫌な人もいるかもしれないから、気をつけた方がいいよっていうね。フォーマーシャー。確かに、まあそうか。続いて吉田さん。じゃあお願いします。仲いいの？めっちゃめっちゃめっちゃなるほど。リアルじゃん、お前本当のやつじゃん。もうだからダメなんだ、もうそれは。もういやいやいや、何ほっとらかしてんのっていうね。自分で分からせるタイプだ。あ、いやそれしちゃダメなんだ。何がダメだったのかを自分で気づけよ。うわぁぁぁぁぁぁぁ商売に久々聞いたわ、気象山中俊太郎お願いします。得意ジャンですからね、俺も。さっき何してたの？怖い。ガチトーンや。誰と喋ってたの？怖いよ。もう、まだまだ。何を？それ喋る必要ある？え、怖い。先生、いや、別に喋んなくていいじゃん。あ、オッケー。じゃあ、こっちも落ちて。やばい。みんなこっちだ、やばい。しかもやばいわ。いやー、いいね、最後の。こっちもこっちで。めっちゃいいセリフ。最初めっちゃ良かったよね。なんか、キュンゼリフ来るんかなと思ったら。すごいね、なんかもう、脳内半分の工程みたいな。次は、サラダです。サラダですね。お願いします。おー。
あ、さっきさ、なんか話してた、何話してた、ちょっと優しいな、はい、まあおかしいだろ。おお、なんで喋ってたんだよ。ああ、まだ可愛い、絶対喋んなよ。あ、いいよ。でも喋ってる横顔も可愛いな。身長が高いとかね、なんかまあ楽しいと思うよ、それはそれで。けどあんまいい気はしないから、うん、ミクだっていい気しないでしょ、こんだけさ、ね、自分がやられて嫌なことはそのままいいと思うな。うん、ちょっとね、すごいすごい、ちょっとごめん、なんか勝手にカットされてやられないと。おお、一番怖いじゃん。昨日のしつけみたいな。なるほどね。でもね、どうしてもね、先生に呼んだ。そうだよね。みんな性格悪かったね。なんかやばいね。まあ、こっからじゃない。こっからやな。そうね。もうキュンキュンした俺も、はい。次のお題はあれですよね。隣の席が好きな女の子だった場合っていう。そうです。まだ席替えとかかな。そうだね。初めてね。じゃあまずは誰か。僕だね。まず大地くんからです。お願いします。おい、おはよう。おい、昨日さ、席決めで俺らさ隣になるの決まったじゃん。だから今日から君の分の教科書全部持ってくることにしたんだ。なんでで、今日まずさ英語あるじゃん。これ君のためにもう一冊買った。なんで持ってる。絶対持ってる。免疫対策の授業もあるから、これも自分持ってるけど君のためにもう一冊借りた。なんで。で最後これ英語の徹底演習、これも君のためにもう一冊買った。だから今後は自分で荷物持ってこなくていいから。好きな人やからな、やっぱ。
かんないよとかあったら教えて教えてちょっと、ちょっと、全然どうしよう緊張しちゃうと思うんだよね、たぶん。実際ね、これはましてあのシンプルにこうだと思う、うん、自分の好きな子がもう一発目に席替えで一緒になったら、うん、緊張すると思う。確かにリアルではあるな、今の。でも普段、自分がせたらああいう感じになるとでしょ。いや、でも学生時代の俺だったら多分あんななっちゃうと思う。だから、あんなことないんだろうけどね。無理無理無理、ちょ待って待って、なんだ今の振り、どうしよう、いいな。よろしくね。緊張するよ。教科書が忘れちゃって、かしくね。こいつだ。ありがとう。匂い嗅いで今。ありがとうございます。よかった。感じしてる。よろしく。だってこれさ、見られてるところであえてやってるんですよ。あえてだ。めちゃめちゃ気持ち悪いじゃん。気持ち悪い。キモ。場所。大体やるならいないとこやろ。そうだね。そうだ。そうだ。とかさ、みんな。そうだ。そうそうそう、あの全国大会で
テレビとかもあの出るんだけど、そうそう、そこにさ、俺らもう決勝戦劇的勝ち2対1で後半ロスタイム、あのアディショナルタイムっていうところで逆転して、そこら全国大会行くんだよ。え、マジでぜひ見に来て、そう、あの一緒に応援しよう。俺スタンドだから、あの、マジで。え、でもスタンドもなかなか選ばれないの。結構声の声量だったり質量だったり、ね、そこだけだったらそこの部分含めて大丈夫、オッケーね、あ、オッケー、ごめんね、ちょっと勝ってごめんなさい、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 まあ一緒に選手権ね、全国大会優勝してまたご飯とか行けたらなって、なんかあんまりサッカーっていうより俺の応援を見てほしいかな。いやいや、おもろいよ。いや、いや、やっぱね、頑張ってるやつより、応援してるやつの方がやっぱり女の子の心が動くんじゃないのかなっていう。素敵、応援も素敵だけどさ、言い方がさ、出川のさ、プレイヤーだよみたいな言い方してさ、やってるやん。最初はそう見せないけど、聞いてくんないから。かっこいい、かっこいいけど、でも、一番イケメンだったよ。え、可能性あるよ。いや、結構なんか、まあまあ確かにね、なんか俺結構攻めたつもりだったんだけど、全然攻めてなかった。みんなも見てびっくりした。あんな教科書の匂い嗅いでファーとかあるわけなんだ。さあ、ということで最後のお題がですね、ちょっと黒板に学生あるある相合傘を書かれた、はい、あるわ。自分の好きなことを自分の名前書かれちゃったと、その時の対処法ってことです。はい、さあ、ということでいきましょう。大志くんです。おいおい、ちょっと待ってよ、誰だよ、これ書いたの。やめてよ、もう待って待って待って、見ないでください。一旦見ないでください。ちょっと待って、消すから消すから。何付き合って付き合ってないって。かわいい、かわいい。そうじゃあ、じゃあ分かりました。正直に言います、大好き。おう、さよなら。おい、ちょっ、うわっ、うわっ、だ、うわっ、誰マジで。え、レストじゃん、でもマジでさ、これやめろって、そういうのマジで。お前、え、本人、ちょっと、本人書いてる、本人書くのないわ。喜んでる、これ。はい、リアル。ごめんなさい、嬉しさをあんま伝えずにっていうね、シャイなパターンって。ないのやっちゃいましたね、ちょっとね。まさかの本人だったんだね。本人書いてるんだよね。ジュータロミクですね、次は。ジュータロミク。これもいいと思うけど。また？ねえ、これ誰から？お、怒ってる、ちょっと。お前？俺のテンション低い。え？え？いくの？アイサが好きだからって言うの？え？え？どういうこと？え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 ？ツンデレの最上級。いや、普通にアリサが好きなのに書かれてうざかったから。ああ、そういう、あれだ、そういう系のいたずらだったんだ。そうですね。え、あ、あーってなる？やべ、めちゃくちゃやばかったじゃん。アリサのこと好きでも一旦はさ、ありがとうねとかびっくりしちゃったけど、俺おばあじゃないよ。おかしなってるよ。もう、びっくりしろ。ダメでしょ、あれでも。さあ、次は、ハヤトですね。ちゃんと。行く、ハヤトか。神かな、また。誰だよ、これ書いたやつ。ふざけんなよ。おお。え、これね、ね、お。これね、何書いてる？何書いてる？何書いてる？結構書いてる。結構書いてる。結構書いてるな。え？ちゃんと書けよな。おお、感じで書け。ちゃんと感じで書けよって書くならちゃんと書けよな。え、ちょっとどうぞ。何食ってごめん、俺あれはサンキューだと思って。これ意味わかんないと思って、ハヤとありがとうってことをなんかサンキューって感じあるじゃん。あれ、ミクだ。瞬間したから、もう締めですよ、こんなもん。おい、誰だよ、これ書いたの。おい、誰だよ。
ふざけんなよ、もうやめてよ、こんなもやだって。お分けした。もう消えねえじゃん。あれは別に好きじゃねえし。だよ、あれいいよ。あれ来ない。殺されるのはよだけど、あれ愛が去ってなんか憧れるな。もう聞かんでいいよ、もう喜んでるやろどうせ。じゃあ来た。よし、かわいいのがなんかウーバーした。ちょっとこれ誰これ書いたの。やめてや。てか、ミキちゃんいんの。お、来て、ね、ちょっと俺から、あー恥ずいなお前ら、こういうのやめろよマジで。もうまあずっとミキちゃんのこと気になってて、まあ、人柄とか含めて、で、まあ、俺からなんか言葉で言うのもなんか恥ずいっていうか、だから、うん、歌を送る。もうすぐ今日が終わる。やめなかしたことはないかい。親友と語り合ったかい。燃えるような恋をしたかい。俺はミクとめちゃくちゃ燃える恋がしたい。だから俺と付き合ってほしい。付き合ってほしいって書いてあるんだよ。は？約束や。ダメ！あ、振られた。振られた。いやーもうやーれーよナスカーフルコース、フルコースや。それやりたかっただけやろお前。ここだ、持ってこようと思っただけやろそこお前。どうやったってそれやりたかった。なんとかして最後あれ言いたかった。普通にね、伝えて面白くないかと思って、まあね、歌でいいと思ったんだけど、全然チョイスがわからんかった。渋すぎでしょ。いやでも、基本さ、若干ウンパって学生時代結構モテてたりしたな。え、実はなんかね、意外と王道行くよね。結構、いや、俺ね、マジでモテてないんだけど、そういう恋愛はすごい好きなの。なんか、ビニールの方が体育とかで言うと、ハードル走とか、飛び方はわかる。でも実際にはできない。めっちゃ悲しいよ。めっちゃ悲しい。じゃあ優勝あるってことこれ。まあ、ワンチャン。ワンチャン。これは期待できるの。ちょっとじゃあ聞いてみましょうか。聞いてみましょう。本当にわからんのかマジ。それじゃあ一人目、はい、お願いします。ウンパルパ。やったー。まだでもいくよだから。いや待って。じゃあ続いてお願いします。よし。ジュータロー。あんな非常識なクソ人間。じゃあ、3人目、はい、よっしゃ。まあ、第一は、まあまあ、第一は確かに、あ、まあ、まあ、これ、面白いぞ、まあ、これ、決まるか、決まるこれ。4人目、お願いします。よっしゃ。うわー、うわー、まあ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 、やっぱみんな教科書持ってきてほしいんだよ。いや、そこじゃないよ。じゃあ、5人目、お願いします。さあ、ということで最後の方、お願いします。やったー。というわけで優勝しようぜ。いやー、くそー。え、これさ、初優勝。俺、ワンチャン、ワンチャンってか初優勝。初優勝だね。ラブミルク初優勝だ。逆に俺は男性スタッフさん、スタッフさんが唯一入れてくれた理由が知りたい。なんで。いや、もう、まっすぐだった。あー、大事っすよね、まっすぐ。遠回りしないよ。遠回りしないよ。教科書とかね、遠回りだよね。いや、第一くんか。やった、ありがとうございます。いやー、ということでラブミルク、ウンパも入って6人でやってみましたけど、どうでした、ウンパ。いや、めちゃくちゃおもろかったですよ。いや、てかなんか俺もうちょい、ま、真面目系なのかなと思ったら、全然違ったね。あの、逆に俺ちょっと第2回やりたいです。違うわ、俺多分もう。ああ、もうそうだよね。もうちょっとまた来てください。いや、ぜひお願いします。ということで、以上僕たちは、そしてウンパルパでした。ありがとうございました。
ました。ありがとうございました。高評価とコメントお待ちします。お待ちします。